それでは喜びの声を伺っていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝というのは久しぶりですか？だいぶ覚えてないですね。はい。今のお気持ち聞かせてください。あ、もうすごく嬉しいです。あの決勝戦なんですけれども、バックでは前を少し開けて余裕があったように感じますが、いかがですか？いや、もう余裕ないので、後ろを見て貼ったりかまそうと思ってで、あとはもう一気に行こうと思いました。 どのあたりでこの優勝というのを確信しましたゴールしてからですねはい。はでも本当に調子良さそうですねそうですね思い込み大事だと思いますさあこの後なんですけれどもこれからどういうレースをご自身でしていきたいですかそうですね今回みたいにやっぱうちもえっと横も縦も自由自然にいけるように頑張りたいですこの優勝ご自身でどのような弾みになりそうですか そうですねもうすごいお付きになると思いますよ、はい、続けるようにというところでしょうかそうですねはい。それでは集まっていただきましたファンの方に一言お願いいたしますえ寒い中応援ありがとうございます今度も頑張ります応援よろしくお願いしますおめでとうございました埼玉の山田芳彦選手見事優勝ですそれではここでですね山田選手から皆様にプレゼントがございますお願いいたします